キビ山羽島は古墳時代のキビの豪族。生和寺家。日本初期巻第20によると、微脱天皇2年5月には、キビ山マ自家ナンバが小送からの使者を送る際に、暴風雨に恐れをなして、使者を海上に突き落とし、朝廷には船をクジラに食われて壊されたという虚偽の報告をした。翌年7月、このことが発覚し、処罰されている。上記の事情より、 大和政権におけるキビアマ一族の立場は非常に苦しいものであったことと推定される。一方、大和政権はミマナの再建を悲願としていた。微脱天皇12年7月、天皇は金明天皇23年に滅ぼされた内韓化の国の再興を果たせなかった先定の志を継ぐべく、日の足北の国像あり各党の子で、 くだらの達死率である日チらが賢人で勇気がある人物なので相談相手として迎え入れたいという希望を述べた。そこで木の国図を死活勝つと日々回復正しい足元を使わしてくだらへ呼びに行った。その年の10月、死者は帰国してくだらの子に騎士が日チらを惜しんで手放さないと報告した。その年のうちに再度羽島がくだらに派遣された。 羽島は先に日蘭に会おうとして日蘭の家の門まで行った。しばらくすると裏から菅の夫人が現れ菅の言語を用いて何時が根を我が根のうちに入れよと因語を用いて伝えた。羽島はその意味するところをつかんで後へついて行き日蘭と面会した。そして日蘭はくだらの子に騎士は店長が自分を使わしたら 手放さないことを疑っている。直令を伝える際にはいかめしく怖い顔色で、請求に召し上げてくださいと述べた。羽島がその通りにすると、くだらの子二騎士は、恐れて、直命通りにし、日らの他に、徳南寺ら若干の辞任をつけてくれた。このようにして日、日らは、きびの小島宮家にたどり着き、朝廷は、死者として、大友荒手子連を派遣して移動し、それから、 南波の館へ送ったという、その後のことについては、日ラを参照のこと、ありがとうございます。